おはようございます、今日もね、暑い中、YouTube の撮影に出かけております。今日はですね、茨城県守谷市にあります蕎麦処伊田ね、昔の漢字の伊って難しいぬみたいな字を書くんですがね、そういう蕎麦屋さんを訪れたいと思います。またね、最近だいぶ前に茨城県はなんていうんですかね、常陸秋の生まれ里であります、太田市の方にはね行ったんですが、今回はね水戸付近、まあ中央部ですかね、水戸までは行かないですが、中央付近のお蕎麦屋さんをちょっと散策してみようかなと思って、ターゲットにしたのが蕎麦処伊田さんです。ここへちょっと風情がありそうなんでね、行ってみます。近づきましたらね、またご案内いたします。ありがとうございます。見てください、皆さんにね紹介します。これが正面に見えるのが筑波山です。田園風景のど真ん中にね、筑波山が浮かんできます。茨城の人のやっぱり最高峰ですよね、筑波山は。見事なまでの大きな大きな山です。ただ今日は雲かかってますけどね、茨城県の皆さんの誇りの山です、筑波山です。皆さんにご紹介しました。わかりますかね、すごい今夕立ですごいんです。めちゃくちゃです。でこの道が分かりづらくて、もう本当に筑波山の中腹なんですけどね、本当に一回登ってまた下ってる感じで、本当に地元住民しか走らないようなとこ、今山道を下ってます。なんか広島とか京都とかそんな感じ。本当にあった。いや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 、参りました。ありました。着きました。まあいいや、先上だろ。
は温かいんで、こっちは冷たい、この辺の冷たいスタートしてる。そうですね、はい。こんな状況だったね。抹茶をかけるんですか。贅沢なお蕎麦屋さんだな。じゃあ、煮付け蕎麦と天ぷら蕎麦とで。天ぷら蕎麦ね。はい。お願いします。どうぞ。そしてね、抹茶ってね、お菓子を食べてからが抹茶を飲むのが一応。基本だから。ああ、そうですか。はい、はい、ありがとうございます。なんでこんな天気に多くのね。あ、そうなの。じゃあ今ね、ご主人がお抹茶をいただくときはお菓子を先にいただいて、ふがしかな。うん、あ、甘い、うん、でも先にね、お抹茶をいただきます。ちょっと作法を私知らないんで、こう狭いな。うん、今あれ切り替えてよかったですね。レナじゃ泣いちゃうよね。僕無理。パークもできないわね。まあ、こんな感じでお抹茶をいただきました。ちょうどね、この建物は筑波山麓の中腹にあって、やっぱり崖ですね。岩山がどんどん大きな石がコロコロしてますけど、中腹にあるお蕎麦屋さんに、まあ、今日先ほどね、にわか雨にもう見舞ったけど、まあいい感じでね、お庭も少しずつ、作られてるとね、なかなか風情がありますよね。建物は本当古民家を移築したっていう感じのお店ですけど、相当お蕎麦にはご神が力を入れてやってるような感じでね、蕎麦が楽しみです。大好きだから。こんなに山ならよくないよ。人材するんだね。はい、こちらそばがゆになりますね。こちらから先にお召し上がりください。はい、うん、薄い塩味で。てんちゃん、姉ちゃん、はい、てんちゃん、よいしょ。わあ、はい、これがてんちゃん。おいしそうだ。硬い、太いだろ。十割ですか。そうだよ。わ、太くて硬くてもう食べにくいよ。びっくりするよ。それがいいんですよ、それが。うん、ここの売りだね、これが。そう、取った？いい？ね、野菜は冷めても味が変わんない、はい、エビは熱いうちのがうまい。あ、なるほどね。もったいないから、はい、後で食べる。嘘、先食べる。はい、だったね。はい、大きなエビだねこれは。はい、はい、よし、はい、やってみよう。はい、ね、ずって食べるね。はい、ゆっくり噛むんだよ、兄ちゃん。うん、ゆーっ
くり、ゆっくり香る、うん、これはそばの味がすごいわ。そばの味わかる、うん、ね。ご主人が食べ方まで指導するのが分かりますよ、ね、なんで私は説明しないとこういう食べ方してくれないもん。分かりました、ね、わさび塗って食べないよ。そうでしょ。ね、塩があるともっとうまい。塩も美味しい。塩で、うん、そばの味がよくわかる。うん、いいとこ見つけたな。そう、ありがとうね。これご主人あれですかね、上から来るしか郵便局の方から、下から来るの？上から来たの？だって波はそうなんだもん。あ、ネットはね、あのそうなんだ。だからな、本当に蕎麦屋さんあんのかなと思ってね。ジェットコースター乗ってたろ。そう。あ、だから帰り行こうと思ってね。ここね、帰りはね、このまっすぐ降りくと、点滅の信号があるから、そこを右に曲がると広い通り出るから。ありがとうございます。まあ本当にこういった蕎麦屋さんあんのかどうかわかんないわと思って、うん、騙されたと思って。ナビはね、そう教えるんだよね。郵便局へ入る道でも、民家のような感じで道があるとはあそこ思えなかった。思えないもんね。そのくらいね、古いからね。そうです。ただ、ナビなんかね、やっぱりそうやって目印のある方を、ところをね、うん、やっぱりナビは優先するからね。うん。どうしてね。これは本当にうまいそばだね。時間経っても伸びないとこがいいね。伸びないよ。ただうちのそばね、硬くて短いの。そば 100% つないで何も入ってないから。わかりますよ。うまさがもう 100% 10割だってよくわかりますよ。ね。これはうまいそばだわ。もう七に向いて、ましょう。そういう時代だもんね。何年生まれたろ、こっちなんじゃ。俺 ?19 年。78だもん。元気だよ。元気。じゃあ、そば屋修行に行ったんですか。修行に行った。出されただけだよ。まあそうであってもね、うん、時代は違っても。まあね、そば屋にね、小僧に出された。だけど、そういうそば屋さんがこういうのを作らないよね。いや、昔ってね、うん、こういうそばしかなかったよ。あんな上品なそばないよ。つなげないんだもん。あ、そうだろ。ご主人が考えたそばじゃないんですか。これだから昔ばあさんが作ってたそばだ。わかりますよ。私も田舎育ちだから、こういうのを出されました。まあもっとゴミっぽいやつは、ね、今みたく古いがいいわけじゃないから、ゴミっぽいそばを食べましたんで、ね。古い缶まで入るんでね。こんなにお袋が作っても、こんな短いそばで、こんなうまくなく上手に切れないかなと思ったら、繋がんないんだよね。なるの嘘だよ。いや、つなげ、今だとそれね、つなげがいっぱい入ってるからね、つながってね、ありがたい。まあ、そばそのものはね、でんぷん質が少ないからつながらないのは当たり前ですよね、うん、だから、湯練りでやるかないかですよね。あのね、お湯で練るんだよ、あれはつながるんだよ。飛行地ってお湯で練るの、そう、グルテンが出てつながるんだよ。その通りですよね。でも、香りがないもん、あんなもん、うまくないもん。そうですね。でこの一番大事な香りがないんで、それが大きな違い。なるほど、いい勉強になりました。いや、そんなことないです。まあ一応ね、ただ天ぷらを切り後回しにするとなんか怒られます。じゃあいただきます。まあでもこの日割はうまい。今日の朝もありましたね。朝日が昼間のおばさん行くときに、なんかちょっと振り返る、あんまぐらいになんか、噛むようなそばなんだけど、そばがうまい。
粘り気が強くて味が濃いね。久しぶりで美味しいそばを食べてる。なんか粘り気が全然違う。満足するね。ああ、ごちそうさまでした。ああ、食べ応えがあったな。本当に噛むようなおそばだけど、まずは本当にうまいそば。味もいいし、ごちそうさまでした。早く食べて。
まずちょっとやめてたんですけどね、また長旅にやっちゃいました。まあ、風情あるいいお店ですね。なんか古民家を作ったようなお店ですね。思い通りのお店ができて、なのにやってらっしゃるんでしょうね。まあ、こだわりの動きも本当にこだわりそばをやってるって感じで、個性的なおそば屋さんでした。